明けましておめでとうございます。あー、おめでとうさんでございます。よろしくよろしくどうぞお願いします。はい、今年もね頑張って練習しましょう。今日はねミニマムな人数やけどね、一人ねあのご家族がコロナにかかってあかんっていう人と、最近そういう感染者の周りの人がねなんか社会的にどこどこも出られなくなったりするっていうことが感染者多いんで、都会はね注意してください。だんだん田舎の方もそれ広がっていくんでね。はい、雪どうですか。あ、ほら積もってないの。もう積もってない、よかった。今度の土日遠征指導やからね、もう恐怖なんやけど意外にぬくいという話でね、もう天に恵まれてるね。そうそう、帰ったら寒波がやってくるという、恐ろしい。ほんまやで、俺来ると寒波が来るってか、恐ろしい。そうか、雪積もってないやったら、ほんだら楽しみですね。じゃあほんだらね、正面としましょうか。もうこれは本部、支部同時に正面とやりましょう。わっ、大きい画面で見てるんでしょ、大きい画面で見てるんでしょ。ああ、ほんだら本部はもうそのままね、遠い画面でやって、で新潟プレス部の方はその大きい画面で見てもらって、その同時にやりましょう。はい、ほんだら本部の方のスピードに合わせてねやってください。じゃあよろしくお願いします。最後まで通しますよ。はいはい、最後まで行ってください。第一節になってね。少年とやってる時だけはね、みんな黙るからね、この間が持たない。リモートレッスンの代わりに私が喋るとそういう感じになるんやけども、まあ栄春拳はほんまに黙ってする武術やからね、よそやったら気合いなとかけるんやから、いやーとか言って言うからかっこいいんやけど、本当に地味です。まあ黙ってするしね、まあ、それも力みとして捉えてるんですな、栄春拳ね。だから脱力してやりましょういうこと。脱力してるけど、その一つ一つの技は力強くやるんだけど、余計な力が抜けるということで脱力と言ってる、ポンなんですよね。そこら辺がね、動きを意識すると人間力が入るんですよ。だけど脱力でしょ。だから意識はすごく高いけども脱力するっていう相反することをやらないといけない。力は抜けてるけども意識は高い、そういう状態ですね。あれ、こっちはちゃんとまだ映ってるよ。ありゃりゃ、もう通信が悪いと仕方がないね。うん、意識はあるんだけど、その一つ一つの技とかね、そういう感覚意識は高いんだけど力は抜けてる。そこを目指していけないといけない。みんなね、意識があるところに力が入るんだ。
それは逆なの、英春拳的に言うと。でも普通みんなそうなの。意識のあるとこに力が入っていくの。そうそう、意識が右腕を動かそうと思うから右腕に力が入る、そういうふうになってるから。そうじゃない、意識はあるけど、いつでも右腕を動かせるんだけど、自由に動かせるんだけど、力は抜けてる。そういうことを目指していけないといけない。これね、簡単に言うようですけど難しいんですよ。意外に簡単じゃない。意識があるところには力が入るようになっとる。これが人間生きていく上のこう仕方のないことなんです。習性と言いますかね、本能的なものと言いますか、その本能的なものを規定してるんですよ、生きていく。はあるけど力は入らんと、そこを目指していってほしい。で、すべて英春拳の少年というのはそういう状態で動いてます。で、力がふにゃふにゃかいた必要なとこにはむちゃくちゃ入ってます。不必要なとこは全然抜けてます。で、全然抜けてるかといって意識が飛んでいるとかそういうこともありません。なんかそんな言い方すると難しそうですよ。そう。だから、それができるようになったら自由自在ということになるわけです。自分の思った通りに本当に動かせる。その状態を目指すわけですね。だからもう一段レベルの高い運動能力を身につけていくということなんです。それはね、一朝一夕には身につきませんよ。簡単じゃありません。まずね、その左右、右の腕と左の腕が自由に動かなければならない。ほんで、腕に力が入ったら足に力が入る。これも直さないといけない。手足はバラバラに力が入って自由自在に動くようにならなければならない。これ難しい。ほとんどね、左に力入ったら右も一緒に力入ってるよ。例えばね、朝歯磨くときね、こう歯ブラシ持ってる方に力入るじゃない。その反対の手どうしてるか知ってる？ずっと吐く、一緒に力入ってるよ。こうやって歯磨いてるとね、こう反対側の腕で一緒のように力入ってる。そこを遮断するの、右と左の感電繊維ですかね。それもカンフーなの。完全に遮断するの難しい。で、手に力が入ったときに足に力が一緒に入る。これも遮断するのむっちゃ難しい。だけど大脳生理学上そこを何の関係があんねんかあらへんでしょ。脳から伝達が来て動いとるだけやから、右が動いたら左が動くようなシステムになってないよね、人間は。だいたい左右で脳錐体交差して、反対のことをやってる。右は左のことやって、左は右のことをやってるわけ。だから右と左は、その、もっと脳幹とかその奥深いところでないと繋がってないわね。それが繋がっとん。じゃあ歯磨いてるけど、反対の腕も力入ってるやろ。だから、それを遮断するのは簡単です。言うたら理屈は簡単やけど、なかなか簡単なことで、本能的な部分を凌駕せんとね、それは実現しないから。まあ、それに向けて頑張ってください。私の道半ばです。皆さんも当然の入り口でございます。
そういうことがあることを知ってですね、それを自分の思い通りに動くように、そのカンフーを身につけていただきたいということです。はい、肘の痛いですよ。少年とやってる一人ですね、私のためになるのかならないのかわからんような話を聞いていただいてですね、その合間をね埋めていただいたら結構かと思うんです。今回はね、この私のね説教だけでこれ一回の練習量に匹敵すると思うんで終わっとくけども、動画はこれで終わっときますが、練習はまだまだ実は続いておるということで、みんな和気あいあいとね、新春一発目の練習やっていただいてます。縁も竹縄でございますが、YouTube 動画ご覧の皆様はここでお別れといたします。はい、ありがとうございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。